はい、どうも皆さん、こんにちは。トリマーのジャワです。今回はピーナッツカットの方をやっていきます。頬の方はバリカン入れてあるので、ハサミの方の、カットだけやってきたと思います。で、ピーナッツカットのカットに関しては、もっと前の動画にありますので、そちらの方を見てもらえればいいかなと思います。で、違う子であれば、アプローチも違いますし、その日の気分とかね、によってもやっぱりその子の動きも変わってくると思うので、基本的な動きは一緒なんですけど、やっていきたいと思います。基本的に、切るところというか、基準となる部分は一緒なので、そこを注意して、切ってあげることが、大切かなと思います。ここが切れてると、すっきり見えるとか、形が整いやすいとか、そういう部分って必ずあるので、そういうところを見つけられるといいんじゃないかなと思います。カットによっては必ずこう耳の前切ったりとかしてると思うんですけど、違うカットだったらもちろん切らない方がいいこともありますので、スタイル的にね、切らない方が形が綺麗に見えるっていうこともあるので、必ず切らないといけないっていうことはないと思っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、ピーナッツカットは基本的に頭が少し高めの方が、テディベアとね、テディベアより高い方が、可愛いんじゃないかなと個人的には思ってます。
来てないよ。誰も来てません。感じかな。もうちょっと顎下整えてね。眠くなってきちゃった。眠い。はい、こんな感じで太もも気持ち整えていきたいと思いますが、はい、何か参考になればいいなと思います。それではまたお会いしましょう。ここ聞いないとね。はい、またねバイバイ。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。各種 SNS も登録よろしくお願いします。興味があれば関連動画もご覧ください。チャンネル登録もよろしくね。高評価コメントお待ちしてます。